私たちもつけてますけれども、はい、お先にハロウィンというね、はい、マリーンズ初のイベントもございます、ぜひ今日は一日たっぷりお楽しみください、はい、改めましてイベント MC 小夏と MC 研修生のゆきです。よろしくお願いします。さあこの時間はね、今日のイベント情報を皆さんにお伝えしていきましょう、はい、早速 M スプラッシュからも1名メンバーを呼んじゃいましょう。 M スプラッシュリカどうぞ。改めて自己紹介からお願いします。はい、M スプラッシュサブリーダー3年目のリカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあリカもね、このお先にハロウィンのお面をつけてくれてますが、皆さんぜひ今日はこちらをね使って、あのイニング間のイベントなんかを楽しんでいただきたいと思います、はい、さあ昨日登場したリオからリカはどんな先輩ですかって聞いたところ、とてもしっかりしていて、でメンバーに自分がなったばっかりの頃もよく声をかけてもらったっていう風に言ってました。で、あのすごくお話が上手な先輩ですっていうコメントをいただいてるんですけど、すごいよいしょされてないですか？どうですかそれを聞いて。いやでも嬉しいですけど、なんですかね、後輩に対してはなんか先輩ぶる癖があるのかもしれないです。いやでもいいじゃないですかね、うん、そうやって先輩から話しかけてもらえるとね、うん、後輩のみんなも嬉しいじゃないですか、はい、逆に同期の中ではどんな、なんか理科は、いやもう同期からはもう全然扱い雑ですね。一番雑だと思います、ね、でもね、はい、一番雑、はい、そうなんだ、みんなひどいんですよ本当に、まあ、後ろに控えてますけどね、行ってみますね。でも今年は、3年目にしてサブリーダーになったわけですけれども、まあ、9月半ばに入りまして、はい、この今シーズンのサブリーダーとしての活動を振り返ってどうですか？そうですね、本当にあっという間にもう9月の中旬になってしまったなという印象なんですが、本当にたくさんの経験をさせていただいて、もう9月かっていう気持ちと、でも一瞬で終わったなっていう気持ちが、はい、大きいです。そっかそっか、でもまだねシーズンは終わりませんので、はい、まだありますから、ね、最後このラストスパートに向けてぜひ皆さんの前で、まあ、サブリーダーとしても改めて抱負を聞かせてもらっていいでしょうか？はい、最後まで一瞬一瞬を大事に、うん、みんなで24人 M スプラッシュメンバーで頑張っていこうと思うので、皆さんもぜひ一緒に応援をよろしくお願いします。はい、皆さん今日はね絶対に勝てるように熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。ではここからは今日のイベント情報をお伝えしていきましょう。はい。